70年前のね、この記録を、ほじくり返す必要はありませんので、もう明日ね、初回にでも、先頭ネマ選手が先頭打者ホームランなんかを打って、パーッと景気よくね、点を取っていただきたいなというふうに思っております。お疲れ様です。KT です。今日は4月の9日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけで皆さんもうね、ここまで来たら笑うしかないということで、今日も元気よくやっていこうかなというふうに思います。本日4月の9日は阪神タイガース相手に0対1で負け、またしても完封負けと、なっております。なのでこれで先週の週末のね、ドラゴンズ戦から、01、04、01、01ということでね、ちょっと辛いですけども、まあいろんなネガティブな情報もね出てきております。いろんなね記録がかかってきておりますんで、はい、そういう情報もねちょっと全て受け入れて、カープのね応援していきたいというふうに思いますので、ちょっと現実からね目を背けるということはせずにですね、どんな記録が迫ってきているかというところ、ちょっとね、まあ刺激的な内容となってしまいますんで、動画の最後の方でねその辺は確認していきたいというふうに思いますんで、見る勇気のある方はですね、ぜひとも最後までお付き合いをよろしくお願いします。はい、で、まあ、こんな日にでもですね、こちらのカープ応援チャンネル開いていただいた方は、本当に生粋のカープファンだというふうに思いますんで、まだチャンネル登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録していただきまして、この苦しい時期を一緒にね、過ごしていただきたいなというふうに思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでもうサクッとね、今日は行きたいと思います。本日ヒットを打った人ということで、今日はなんと3名の方がね、ヒットを打ってくれております。ありがとうございます。10本ヒットが出て無得点に終わったあの試合が懐かしいなというぐらいですね、ヒットも出なくなってきた。私が危惧しておりました、今がそこなのかというところをね、ちょっと喋ったんですけども、まだまだ、ただ点が取れてないだけで、そこはもっと深いところにあるかもしれないという可能性をね、ちょっと喋ったんですけど、まさにそんな感じになってきてしまって、ヒットすら出にくい状況になってきているということですけども、そんな中で、田村選手がですね、2回にレフト前ヒット打っております。はい、でその前に秋山選手だったかな、ファーボールで出塁していたと、堂林選手かでファーボールで出塁したというところでですね、まあ、ワンアウトながら、1塁2塁というふうにチャンスを作りましたんでね、まあここで早い回でね、点取ってこの重苦しい雰囲気を、吹き飛ばそうというところではあったんですけども、坂倉選手がゲッツーに倒れるということで、坂倉選手も重傷ですね。今日1本出ておりますけども、打率の方が1割7分9厘で、菊池選手が1割4分8厘ということでですね、ちょっと中心選手の2人が打率1割台ということでね、まあ、秋山選手も2割5分かで、小園選手も気づけば2割1分9厘ということになっておりますんでね、はい、ちょっとカープの状態が悪いということになっております。はい、そしてその坂倉選手、今度は5回にですね、レフト前レフト線下へのツーベースということで、まあ、追い込まれてね結構厳しいかなというところで、まあ、うまくねちょこんと合わせてレフト線飛んでってくれてね、まあ、あれがファールにならなくてよかったということでツーベースを放ってくれております。はい、でそこで、まあ、ツーアウトながら2塁というチャンスになりましたけども、次の菊池選手が三振ということで、まあ、ここねツーアウトでランナー2塁で、まあ、次がピッチャーのところということで、結構ね勝負は避けられる可能性が高いところなんですけどね、まあ、代打の可能性もあるというところも、タイガースのベンチは、ね、踏んだのかもしれませんけども、まあ、それ以上に菊池選手の状態が悪いから、十分ね菊池選手で勝負できると、無失点に抑えることができるというふうに、おそらくタイガースのベンチ、それからバッテリーがね考えたところで、まあ、菊池選手と勝負して、まあ、そのまま三振に倒れるということで、最後ね結構なボール球だったとは思うんですけども、はい、残念な結果となってしまいました。で最後ですね、9回ツーアウトからですね、相澤選手が代打で出てきて、レフト前ヒットということで、まあ、現時点でいくと、坂倉選手よりね、バット触れてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、じゃあかといってね相澤選手を主戦で使えというのはまた違うのかなという気がしますけども、まあ、明日明後日アドアさん、大瀬良さんとつながっていくんでね、ひょっとしたら相澤選手がね明日明後日マスクかぶるかもしれない。明日は特に伊藤将司投手ということで、ね、左ピッチャーなので、ひょっとしたら相澤選手がねマスクかぶるかもしれないんですけども、まあ、それでもねやっぱり坂倉選手を本当に一人前にね育てなきゃいけない、少なくても規定打席には立たせなきゃいけないという選手だと思いますんでね、この、苦しいところを乗り越えてほしい。で乗り越えるためには、一軍での打席でね、立て直してもらうしかないということで、まあ、坂倉選手クラスの選手がですね、坂倉選手クラスの選手、はい、がですね2軍に落として2軍に行って調整するというのは、まあ、考えられ
られないので、もうもがいてもがいて一軍の打席でですね、なんとか自分で状態を上げてきてもらうしかないというふうに思いますのでね、まあそうですね、相澤選手にちょっと出ていただいて休養を挟みながらね、心身ともにリフレッシュしてもらって、またバッティングの方ね、坂倉選手にも頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、でその相澤選手がレフト前で出塁して、ダイソーの切り札初期選手がダイソーで出て、盗塁するのかな、勝負するのかなと、もうここは一か八か行ってもいいのかなというところでですね、まあ、小園選手が初球かなでセカンドゴロでもう試合終了ということになってしまいまして、まあ、攻撃のね、主な今日のハイライトはもうこの3つというふうになっております。もう2アウト1塁がねハイライトになってしまうという試合展開で非常に残念なんですけども、三者凡退でいきますと初回3回4回6回7回8回と、で野球は全部で9イニングなんで、9イニングなんで1、3、4、6、7、8、2、4、6、3回ですね。だからこの2回と5回と9回の3回だけ、三者凡退を逃れたということで、まあ、その他ね全部三者凡退ということで、まあ、村上選手ね、先週今シーズン初登板かなのところはちょっと乱調だったというところで付け入る隙はあるんじゃないかと、まあ、去年ができすぎで今年はそこまで怖くないんじゃないかというふうに期待していたんですけども、まあ、どっちのね、ピッチングといいますか結果が本当のね今年の村上選手か分かりません、あまりにもカープの状態が悪くてですね、ひょっとしたらまた来週村上選手、次のチームに、ね、打たれる可能性もありますし、これが本来の村上選手で今日の、ピッチングだったら、他の、ね、どのチームが相手でも得点することが難しかったという可能性もありますし、まあ、なかなか難しいところではあるんですけども、まあ、間違いなくね、ちょっと村上選手を目覚めさせるきっかけを作ってしまったんじゃないかなというふうに思います。カープの打線です。はい、ではね、ピッチャーの方も見ていきます。床田投手、7回投げまして、8安打1失点、素晴らしいピッチングだったと思います。なんかね、今日は床田投手らしい感じはしましたね。ランナーを出しながらも、併殺で乗り切ってと。で、走者はね、塁上には賑わすけども、無失点で切り抜けるというようなピッチングで、床田投手らしい、内容だったかなというふうに思います。で、117球ということで、まあ、7回投げましたけどね、6回で降板してもおかしくないぐらいのこの球数ではあったんですけども、まあ、7回まで投げてくれてということで、リリーフピッチャーは1人で済むというところでですね、本当に床田投手頑張ってくれました。まあ、そこにね、報いてほしかったんですけどね。はい、ということで、まあ、5回のね、あそこだけということで、まあ、木浪選手に出塁を許し、村上選手にね、送りバントを決められ、近本選手にタイムリーを打たれるということでね、まあ、本当はあそこだけだったんでね、残念でしたね。もったいない。はい、ただし、まあ、近本選手の、ね、ライト線への当たり、田村選手が、ね、非常にいい送球をして、セカンドタッチアウトということでね、あのプレーは本当に良かったですね。田村選手、高校時代は140秒を超える、ピッチャーということで、ね、肩の強さは、ね、やっぱり強いというところを見せつけてくれたんで、まあ、ただね、判定は微妙なところでですね、リクエストにもなりまして、カメラの角度によっては足の方が早く入ってるんじゃないかなというところだったんですけども、まあ、映像を完全に、映像じゃない、判定を完全に、覆す証拠が出てこなかったという感じで、そのままアウトということになりましたんで、まあ、その前のね、小園選手がサード深いところから、佐藤輝明選手だったかなのファーストの判定もですね、非常に微妙なところでね、ひょっとしたら正面からね、もっといい角度の映像があれば、セーフからアウトに覆るかなというようなタイミングではあったんですけども、まあ、それもですね、グローブでね、キャッチする瞬間が見えないということで、後ろ側のね、足とキャッチするところが、同時に映ってる映像というのは後ろ側からだったので、ファーストの何ですか、堂林選手の背中側からだったんで、完全補給しているところがね、見えないということで、まあ、最初の判定が、尊重されて、セーフと内野安打、タイガースにとって有利な判定となり、カープがリクエストをしたけども、まあ、そのままね、覆す証拠が出ずということで、そのままセーフというふうになりました。で、今日といいますかね、今シーズンはカープリクエストに泣かされるのかなと、涙のリクエストになるのかなという展開だったんですけども、まあ、この田村選手の、送球に関してはアウトという判定でそのままね、覆ることなくアウトという風になりましたね。まあ、ここはね、本当にほっとしましたね。あれが覆ったらね、じゃあ今までのカープのリクエストも全部覆っていいんじゃないかなという風に思って、ハラハラしながら待っていたんですけども、まあ、ああいう風にね、徹底して、判定を決定的に、覆す証拠が出なければそのままのね、ジャッジを尊重するというところはしっかり守ってくれましたんで、良かったという風に思います。はい、ということでですね、やっぱり最初の判定が超重要ということになりますんで、審判の方しっかりね、一
番近くで見ておりますんで、最初の判定をしっかりね、やっていただきたいなというふうに思います。で、今日なんかでいけばね、もう甲子園、タイガース主催のゲームということなんで、もっともっとね、カメラの数あるのかなというふうに思ったんですけど、意外とマツダスタジアムの主催ゲームと変わらないぐらいのね、カメラアングルだったんでね、まあこの辺はね、やっぱりメジャーの真似をしてこういうリクエスト制度導入したんですけども、メジャーの方はね、十分な環境を整えて、どの会場でやっても、たくさんのね、カメラのアングル、持っておりますし、さらには第三者による判定がね、されるということだったので、まあ日本はね、判定した審判がそのまま、責任審判であればね、そのままリクエストの判定もするということになりますんで、まあそういう意味でいくとね、ちょっと感情も入りつつということになりますんで、まだね、この制度としてはちょっと半熟といいますかね、未熟なところはあるというふうに思いますけども、まあ助けられることもあれば、助けられないこともあるということでね、結構すっきりすることもあれば、すっきりしないこともあるということで、ちょっとね、微妙なところも最近多いですけども、まあしょうがないですね、決まったルールなんでこれに従ってやっていきましょう。はい、そんな感じでね、ちょっと泣かされた床田投手なんですけども、ゲッツーをね、しっかり取ってというところがありました。で、ノイジー選手のね、痛烈なピッチャー返しもね、しっかりさばいてゲッツーを、取ってですね、その回を終えるということもありましたんでね、本当に床田投手頑張ってくれております。で、防御率はまあ上の方書いてありますけども 0.64 というところで、まあ2試合ではあるんですけどね、 0.64 で0勝1敗ということで、もう本当に去年の柳投手のような結果となっております。この後ね、しっかり打線がしっかり援護してくれるということを期待しております。まあそこでね、今日に関してはもう打線の援護というのは期待できなかったんで、相手村上投手ではあるんですけども、しっかりね、床田投手自援護しないと勝てませんよということでね、まあこれは冗談なんですけども、はい、自援護って言ってもね、ランナー溜まって回ってきたというケースもなかったというふうに思いますんでね、まあちょっとしょうがないかなというふうに思います。で、2番手が堀江投手ということで、めちゃくちゃ投げますね、堀江投手。はい、まあ、左からの、打順ということだったんで、森浦投手は今日はベンチに入っていたのかな、ごめんなさいね、ちょっと今確認します。森浦投手、はい、ベンチ入っておりますね。まあ、ただね、左を得意としているというわけではないんで、まあ、左から始まるから、堀江投手という選択ではあったと思うんですけども、ちょっとね、登板の、その、なんですかね、バランスというのが偏っているかなという感じはしますんでね、怪我だけ、せっかく今年いい感じでね、今のところ来ておりますんで、怪我だけ気をつけて、休みも入れながら、森浦投手も投げさせながら、リリーフ陣はね、左ピッチャー回していってほしいなというふうに思います。ハン投手どこ行ったんですかね。はい、ということでですね、まあ今日の試合はこんな感じでね、あまり振り返るところもなくということで、じゃあ2軍ね、今若手どうやって頑張ってるんだというところを見ていきたいんですけども、本日は2軍は雨天中止という風になっておりますのでね、心の拠り所でありますカープのファームね、何もないということで残念ですね。はい、まあ中村翔成選手が登録抹消されてね、やっぱり2軍では打つねとか、林選手今シーズン2本目打ったよとか、ニラサー選手仕上がってるねみたいなね、話題をちょっと今日は提供したかったんですけども、雨天中止ということで暗い話題は続いていきます。はい、で、一軍の方なんですけど、まあ今ね、林選手とかニラサー選手とか、まあ宇佐選手がね、今日上がってきたということもありまして、まあ宇佐選手ね、妖怪酒場のカオルさんの推し選手なんでね、喜んでおられるというふうに思いますけども、はい、ということで、まあ今日は出番なかったのかな。最後ね、相澤選手が出てきたところ、あそこまあ左対左ではあっても、宇草選手でも良かったのかなと、せっかく上げたんでね、良かったのかなというふうには思ったんですけども、まあ明日以降に、おそらく相澤選手を出すからね、実戦感覚取り戻してこいみたいな感じで、出したのか、もしくはね、一発ホームラン、まあ相澤選手のホームランをね、求めるのもここだと思うんですけども、まあああいうところでね、下から上げてきた選手を使ってもいいのかなというふうに思ったんですけども、まあ相澤選手が、出番ということになりました。で、まあそういう感じでね、少しずつではあるんですけども、入れ替えをね、行いながらということで、いろいろね、新井監督ももがき苦しんで、いるとは思うんですけども、まあただね、この1、2軍の選手の入れ替え、それから打順の組み替えだけで、済む問題ではもうなくなってきております。かといってね、じゃあ補強すればいいかといったらね、それはまた博打的な要素もありますんでね、そういう問題ではないということになりますんで、もう今単純に、流れが悪いというところをですね、受け入れて、どっかでね、本田圭佑選手はないですけども、サッカーのゴールはケチャップと一緒、出るときは出る、出ないときは出ないということで、カープのこの得点もケチャップと一緒で、出るときは出る、出ないときは出ないというぐらいのメンタルで見守っていきたいなというふうに思います。
はい、そんなカープをですね苦しめてくれました中日ドラゴンズ、なんと、今日勝利ですね。で2891日ぶりの単独首位ということになってるみたいなね。単独首位でいいんですよね。ちょっと待ってくださいね、もう一回確認しますね。はい、ということでですね、ベイスターズ相手に 0.5 ゲーム差で首位に立つということで、まあここはおめでとうございますですね。立浪監督就任して1年2年、苦しんでおりましたけども、ここで、ようやく花が咲くのか、まあ春だけの、ことなのか分かりませんけども、まあ何はともあれ2891日ぶりに単独首位に立ったということで、まあここはひとまずおめでとうということで、まあただね、シーズンが終わったらカープの方が上にいるよということだけは言わせていただきます。はい、そんな感じでね、ちょっと、チーム状態がいいところ、悪いところ、はっきりしておりまして、カープは間違いなく今、どん底にいるということで、じゃあ、明日どうなるかというところを見ていきますと、カープ、予告先発、アドア投手、そしてタイガースが伊藤将司投手ということで、ここもね、また怖いですね。アドア投手のね、実力といいますか、実績でいきますと、6回ぐらいを投げてもらって、2点、3点で抑えてね、試合を作ってくれれば十分ですよというぐらいのね、今、位置づけにいるんですけども、相手が伊藤投手ということで、またここもね、なかなか得点が難しいというふうに思います。まあさすがに明日はね1点2点入るとは思うんでね、その少ない得点をアドア投手はじめですね、リリーフ陣はね非常に体調いいというふうに思いますんで、そこをね守り切って勝つという勝ち方しかないのかなというふうに思いますんで、まあ本当にねこれで打線が仮にね5点6点取ったのに、ピッチャーの方が崩れてね7点8点取られるというような事態でまた負け出すと、非常に流れとしては悪いんでね、まあ今はピッチャーがこらえていてバッターが点取れないという だけではないんですけども、まあそれだけなんでね、逆に今度点取ってもそれ以上に取れるとかね、本当に歯車が噛み合わないなという感じで連敗が伸びていくとちょっとねドツボにはまっていくんですけども、まあ、ピッチャーって言いますかね、ピッチャーは頑張っておりますんで、バッターさえ頑張れば得点さえ取れれば、勝てるという状況は、ピッチャー陣が作り上げてきてくれておりますんで、なんとかバッター陣ね答えていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、こんな感じで今日の振り返りは以上となりまして、最後ですね、ちょっと閲覧注意ということで言わせていただきました。現在の記録的なところですね、見ていきます。まずは皆さんご存知の通り、4試合連続完封負けということで、こちらはカープ、球団では13年ぶりというようなね、ちょっと悪い記録となっております。で、何回目かでいくと4度目ということで、1959年かな、で2010年、2011年に次いで4度目の4試合連続完封負けということで、10年、11年は2年続けてやってるんですね、4試合連続完封負け。はい、でこの4試合連続完封負けはセリーグワーストタイということで、明日ねやってしまいますとセリーグワースト、記録を作ってしまうということで、そこだけはね何としても阻止したいなというふうに思っております。はい、そしてまあ4試合連続完封負けなんでイコールで36イニングス無得点ということで、まあここはね球団ワースト4番目の記録ということになっておりまして、2011年野村監督の時に50イニングス無得点ということで、この時は確か51イニングぶりの得点をしたけどその試合は負けたということになっておりますので、まあここまで来たらねせっかく得点したらその試合勝ちたいなというふうに思っておりますので、明日ねなんとか得点して勝利にもつながるという試合を見たいというふうに思います。で細かいところを見ていきますと、6試合続けて1回から6回までの得点がないというなんか変なね細かい記録も記事になっておりますけども、前半でねなかなか点が取れないというような状態です。はい、そして NPB の記録見ていきますと、連続完封負けは5試合ということになっておりますんで、まあ、セリーグ記録は4試合なんで、パリーグで5試合があったのかな、それともまあ2リーグ制になる前だったのか、その辺までは調べておりませんけども、5試合、6試合と伸ばしてしまいますと本当に不明瞭な記録というふうになりますので気をつけましょう。で連続イニングでいきますと59イニングスというのがあるみたいなんで、まあ、今ねカープが36なので、あと9イニング足すと45で、さらに9足すと54なので、さらにプラス5回というところの2試合プラス5イニング、またね点が入らないと NPB 記録になると、なので6か、新記録になるには6というところになりますんでね、でまあ3試合後になりますんで、そこはね東京ドームでの試合となりますので、非常に得点の入りやすい球場となっておりますんで、まあさすがにここまでは伸びないかなというふうに思っております。
はい、で、まあ、その辺の、記録はですね、なんと70年前かな、71年前の、1953年に、記録されて、記録ということになっておりますので、70年前のね、この記録を、ほじくり返す必要はありませんので、もう明日ね、初回にでも、先頭ネマ選手が先頭打者ホームランなんかを打って、パーッと景気よくね、点を取っていただきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、本日はもうこのね、ここ最近のネガティブなところを全て受け入れるために、今かかっております記録なんかも注目しながら、動画の方をしておりました。ちょっとね、気分の悪い動画となってしまったかもしれないんですけども、これを見ていただいた方は本当にカープファン、必須のカープファンだというふうに思いますんで、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録をしていってください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。まあいろいろね、ワースト記録、見えてきておりますけども、そんなの関係ないやっちゃうよということで終わります。ありがとうございました。失礼します。